長澤まさみは役作りのためにスキンヘッドにしたことがある。リラックス法は推し活で鈴木亮平の作品を見たり駅のポスターと写真を撮ったりしている。映画マザーでは撮影前から生活習慣を変えてテレビを見ながらお菓子を食べダラダラとした生活を心がけた。普段はあまり変装していないが本人曰く気づかれない。小学生の頃アニメが好きすぎて大人になれないのではないかと不安になっていた。父は元サッカー日本代表の長澤和明でゴン中山こと中山雅史と家族ぐるみで付き合いがある。小学1年生の時中山にプロポーズされ本気にしていたが中山は生田智子と結婚してしまい一方的に失恋した。長澤まさみが女優になりたいことを知った生田智子がオーディションを受けるように勧めグランプリを獲得し芸能界入りを果たした。